斉藤優子は、栃木県那須塩原市出身の日本の女子プロゴルファー。14歳からゴルフを始める。焼いた中央校出身。1990年プロテスト合格、日本女子プロゴルフ協会入会。1993年までは、賞金ランキング100位以下が続いた。1994年は、気分レディースクラシックで7位、対 カトキチクイーンズゴルフトーナメントで4位タイなど、トップ10入りも複数回記録し、賞金ランク49位で初のシード権獲得。1995年は、最春巻レディースで3位、タイ、ヤクルトレディースゴルフトーナメントで3位。賞金ランク39位で2年連続シード権。1996年は、水野レディース、御用建設レディースで共に2位タイ。 賞金ランク30位で3年連続シード権。1997年から2003年までは、シード権を獲得できず。2004年、中京テレビブリジストンレディスオープンでは、初日にオーバー44位体と出遅れたが、2日目は2番ホールで、ホールインワンを達成するなど自己ベストスコア65で2位体まで、急浮上。最終日も67。 通算10アンダーで2位に3打差をつけ15年目でツアー初優勝となった。スタンデーレディスゴルフトーナメントでも3位タイになるなど、賞金ランク21位で8年ぶりのシード権獲得。2005年、ヨネックスレディスゴルフトーナメントでは、首位と1打差まで詰め寄るも2位タイ。賞金ランク30位で2年連続のシード権。2006年は何度も一桁順位を記録するも、優勝なし。 賞金ランク25位で3年連続のシード権。2007年はアクサレディスゴルフトーナメントで首位と2打差の3位体。賞金ランク43位で4年連続のシード権。2008年はスタジオアリス女子オープンで首位と3打差の3位体。賞金ランク34位で5年連続のシード権。2009年はシード権保持者では最年長の41歳で迎えた。 クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメントでは、首位タイで最終日を迎えたが75と失速し3位タイ。しかし2週後のバーナルレディースでは、最終日を単独首位でスタートし、一時は横峯桜に並ばれ、斉藤もダブルボギーを叩くなど苦しんだが、通算5アンダー、2位に3打差で5年ぶりの優勝を飾った。40代での優勝も約4年ぶりだった。 同年の全英女子オープンに出場したが予選落ちした。同年の賞金ランクは自己最高の16位で6年連続シード権。以降は2010年度を56位、2011年度を93位、2012年度を82位、2013年度を61位、2014年度を78位と2桁順位が続くもシード権獲得には至らなかった。2017年、 レジェンズツアーで初優勝。2018年に創設された全米シニア女子オープンでは予選会を突破して本戦に出場し、通算にオーバーで日本勢最高の5位と検討。同年のループがアワード特別賞を受賞。ありがとうございます。